奏法で一世を風靡し、エレキの神様と呼ばれたギタリスト寺内武さん。目にも止まらぬ。早いですね。あ、今の。こうやってね、弾いててね、自分ではすごい早い、早いと思わない。あ、スローモーションで見えてるんです、自分の手では。よくホームランバッターが、あの野球とかこう止まって見えるような感じで。だって0コマ3秒ぐらいで弾いてるんだからね。あ、一つの。一つの音ね。だからこれがすっごいスローモーションで見えるんだから、野球の球が止まって見えたら当たり前だよ。寺内さんは昭和14年、茨城県土浦市生まれ。電気店などを手広く手掛け、市議会議長まで務めた地元の有力者の次男。初めてギターと出会ったのは5歳の時でした。兄が質流れで買ってきましたスペイン製のエラシックギター、はい、それを置いて兵隊さんに出征したんですね、はいはい、でこれをお前が開けたら殺すぞと言われて大事にしてたんです。ケースを開けたら殺すぞと、ね、それぐらいで宝物であったと思うんですよ。その命に垂らしてね耳で開けて、それで命がけで引き出した。で、引いたのがもうやりすぎになりましたね。その一発でもうダメでした。困りました。で、教わる人がいないです。ギター持ってる人いないの。どうやって弾いていくか分かんない。母の、シャンセンで弾いたんですよ。音ね、やたら大きいんですよ、音が、シャンセンって。で、悔しいんで、じゃあシャンセンの音よりギターの音を大きくすりゃいいんだろう、単純に。うちが電気屋ですからね。その頃の電話のコイル、弾く方、受話器の方にコイルが2つ入ってた。それを6つ並べてエレキギターの原型を作ったんですね。思ったような大きな音が出た。出た、なんと、エレキギターを自分で作ってしまったという寺内さん。三味線の家元だった母親に学んだ演奏技術に、中学高校のバンド活動で磨きをかけます。このね、今ね、指先もね、タコって言ったんですね。あ、そうそうそう、もうガチガチですよね。でもこの時はね、これが皮が破けて肉が飛び散って、最後白い骨まで出てきたことあるからね。それが10回、20回、200回、300回みたいに。いくつかのバンドを渡り歩いた後、寺内武史とブルージーンズを結成。昭和40年には来日したアメリカの人気バンド、ベンチャーズと共演。日本初のエレキバンドとして、空前のエレキブームを巻き起こしました。さらに、加山雄三主演の映画、エレキの若大将に出演。若大将率いるバンド、ヤングビーツのギタリストを演じます。石原和子先生、どうだったですか？4人の方がとてもよく揃ってました。そして特にリードギターの方が良かったと思います。エレキはブームの絶頂にありました。この森なんだよな。しかし思わぬ事態が起こります。気候の温床になるとして、全国各地の教育委員会がエレキギターの購入やコンサートへの参加、果てはテレビのエレキ番組を見ることまで禁止してしまったのです。ジーンズ、超圧、エレキギター、はい、これが3つ重なって世の中の品種を買うようになるんですね。で6000ぐらいありましたよ、このバンド。その頃、はい、エレキのバンドは、全部後ろ振り向いたら潰れてたね。ああ、禁止令の中で、うん、やっていけなくなってね。でね、コンサート見に来るでしょ、はい、見に来ると定額。あら、楽器やってると退学、で子供たちがね、もう大人信じられないけど、寺内さんどうしたらいいんだっていう、なんか悲痛な手紙が当たりきましてね、はい、西から東から。じゃあ、おおむね禁止してるのが多いのが高校でか、
ここの芸術鑑賞、音楽鑑賞の時間でやらせてもらおうかと、門前払いはいいところでね、相手にしてもらわなかったですね。エレキギターの寺内とか言うと嫌な顔されてね。エレキをちゃんと聞いてから判断してほしい、そんな気持ちに応えてくれたのは母校の恩師でした。恥を忍んでふるさとにだけは戻りたくなかったんですが、自分の母校に戻ってきた校長先生、しっかり肩を抱いて寺内、いろいろあったろう、苦労もあったろう、泣いたろう、でもいい社会勉強になったな、うちの学校でやれ、胸張ってやれ、正式に芸術鑑賞、音楽鑑賞の時間として認めてやる、言ってくれたのがここで第一号が始まった思い出の地です。昭和49年に始まったハイスクールコンサート、寺内さんは演奏の合間に若者たちへの熱い思いを語ります。みんな、この大事な二度とない青春時代にバカと言われるな、たった一回もでもいい、一回でもいい、一番になれろ、勉強のダメなやつだ、クラブ活動でもいい、自分の趣味でもいい、燃えて燃えて燃え尽きるような青春時代がないか、やっていたら何かの答えが一つ出るぞ。今ぐいぐい引き込まれている感じですね、生徒たちが。生徒たちはね、きっと初めて聞いたサウンドの音楽かもわかんない、ああ、懐かしいのではなくてね、新鮮な顔してこう見てる感じですか。初めて聞いた音楽っていう感じなんだね。感動しました。10年以上にわたって続き、寺内さんのライフワークとなりました。やっぱりね、ステージって180回ぐらい年間にやってるのね、はい、その中の40回ぐらいだけ学生さんのコンサートが1回終わるでしょ、はい、1回終わるとね、なんかね、プレーをしててね、ああこうすればよかったかなっていうのがいっぱい出るのね、うん、入り口がだん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 遠くなんですよ。入り口が遠くなっちゃう、早くまだ入り口が遠いっていう感じなんですか、うん、それで考えてみたらね、でも農園行ってても始まらないしね、うん、練習をしてもだんだん遠くなるしね、で歌い弾かなきゃ音が出ないんだから、とりあえず弾いてみてからだという結論なんですけどね、うんうん、寺内武史さん、エレキギター一本で世の中の常識に挑み、道なき道を切り開き続けた82年の生涯でした。半世紀以上泣いて笑って命を懸けて分かったこともある、一言だ、ギターは弾かなきゃ音が出ない、たったこれだけだった、今から長い人生待ってるぞ、もし迷った時にはこのことを思い出せ、ギターは弾かなきゃ音が出ない、そしてな、思い出深いいい人生を送るんだ、また会おう、おっす。